はい、お願いします。ツイッター一回立ち上げて、はい、始めましょうね。はい、OK です。よし、やばい、目が。よし、じゃあ、ほい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 はいいけど、OK 危ない。じゃあ始めていきましょうか。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。その前に一回アクリルベーコンの音量だけしましょう。忘れてた。じゃあいきます。はい、サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、収録の今日、7月15日は海の日となっております。そうなんですよ。祝日ですね。なので今日めっちゃ、あれでした。あの、道もだいぶ空いてました。空いてましたね。びっくりした。ガラガラ。ガラガラで。で、あと、なおかつ、収録に向かう前に、はい、淳選手いるじゃないですか、沖縄芸人の。はい。淳選手がバーやってて、最近オープンしたんですけど、はい、なんか感謝祭とか行って、今日、野菜を無料配布してたんですよ。で、友達と、インスタで見て、私が、はい。友達に行ったら、行こうぜってなって。で、ま、普通だったら一人何本とか決められてると思うんですけど、はい、何本でもいいよってなって、箱ごともらいました。おで、なんていう、友達と分けるの、一生懸命分けて、結局、どうしようになってましたね。持ってくればよかったかな。箱ごとですよ。びっくりしましたね。バラですね。さすが淳選手と思いましたね。では、番組の紹介をしたいと思います。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、きまぐれ.satch@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいねということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。海の日ということで、この曲にしました。リップスライムで楽園ベイベーです。どうぞ。大好き。私、今日は、あれだな。まあ、いいか。先週のあれがすごかったですね。先週か。ノーリーさんが来た時の反響ですか。の、環境っていうか、X のポスリ、はい、とかすごかったですね。おー、ノーリーさんやっぱ人気ですね。うん。そう、ノーリーさん。なんか4000人達成したらしいですよ。うん、YouTube の登録者数が。
これ、どんなかな、まあいいか。友達が探しきれないっていうキャスを。海ソングって結構あるから、ちょっと今日悩んだんですよ。いっぱいありますよね。うん。個人的にはあんまり有名じゃないですけど、フローの海へ行こうとかも多いです。あー、懐かしい。海へ行こう、はいやはいやはいやいやささつ。懐かしい。なんではいやいやささ入ってんだろう。確かに。フローはでも結構、ピースフルロックフェスとかで来てたみたいですからね。その影響はあるんだと思うんですよ。多分。やばい、今日メールさばけるかな。メールさばけるかな。結構来てるんですか。結構来てるんですよ。おー、ありがたいですね。旦那が2通送ってくれてて。おー、今日は旦那のリクカイクーさん仕事でございます。仕事なんでメール送ってよーっつってからって言ったら、いない間にまた1通追加できてたっていう。ウラピエアセカナマニューバーレナミーキリキザオレマジマチャナミーオーマーヘッザイエアサイユレアハイタイドンサイザベンツリチューライドンくぐり抜ければそこはパイプライン。Wonderful time, special star.どうしようかな、どっちから行こうかな。サンシャインみたいなミュージック、今サマーデイ水しぶきが舞う。高校の時に多分よく歌ったかも。はい、そうですね、まさに。うん、100円ベイベー。僕は中学生ぐらいの時でしたね。高校1年生の時にジョイントとか出ておったんで。あー、ジョイント、えいよ、おう。はい、ではマイクあげます。はい、お聴きいただいたのはリップスライムで楽園ベイベーでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは海です。というのも、今日収録上では7月15日、海の日ということで海というテーマにいたしました。海、僕にとってはお酒飲む場所ですね。皆さんそうですよね、やっぱり。海といえばやっぱり泳ぐというよりはわちゃわちゃするところ。お酒飲む場所ですね。お酒飲んでわちゃわちゃするところ、はい、私もそういうタイプです。なかなか入んないですよね。入らないよね。特に沖縄の人はなおさらじゃないかな、はい。まあ、本土の人からすると沖縄の海は綺麗だからとか言って。最後に入ったら多分僕大学生の時ですね。だし、まあ、足浸かるぐらいだったら、はい、夜流から引っ越す前に、一回キラキラビーチあたりで足浸かりに行ったかなぐらいですね。そのぐらい。
やっぱり名古屋にいると入りたくはなるんですけどね。ああ。ただそれ以降は、あ、濡れたら困るなっていう環境しかないので。確かに。なかなか入ることができないです、僕は。確かに、確かに。どうしよっかな。キャスの方が来てますので、先に紹介したいと思います。お願いします。沖縄大好きさん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。リュウヤさんって、もしかしてあのリュウヤさんかなって、私はちょっとピンときたんですけど、本物って来てますが、本物です。本物でございます。AI じゃありません。AI じゃないです。さすがに AI ではない。カーブボーイさん。サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばんは。はい、今日はないね。珍しい。あ、珍しい。やばい、風邪ひいてしまった。喉が痛い。きつい。よりによって病院休みの時に来てます。そう、祝日だから今日病院どこもこも休みなんだよね。お大事に。大変。まあ、良くならなければ月曜日にでも、月曜日って今日じゃん。はい、火曜日にでも病院に行ってください。同じくカープボーイさん、高校の時に行く、牧港漁港で泳いでいたんだけど、ARF? いや、当たってます ?3 人ぐらいが、宜野湾漁港まで泳ぎできるんじゃないかって言って、本当に行き寄ったよ。牧港漁港からね。帰りはさすがにタクシーで来てたけど、って来てます。すごいっすね。さすが高校生だね。いや、僕も往復200メートルぐらいは大学生の時泳ぎましたけど。はいはいはい。泳ぎ一番苦手で金づちだったんで。ああ。でも、海はなんか泳げましたね。やっぱなんか違うのかな?海は体がやっぱ少し浮きやすい。うん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 。それはあるかもしれないですね。よくナマコを取って遊んでました。ナマコ。はい。ナマコ踏んだら気持ち悪いけど。自転車で氷島行って。ああ。氷島の海って下に結構ナマコいるんですよ。いるね。潜って。はいはいはい。2メートルぐらい潜って、パッと捕まえて、はい、えい。お、うちのお友達が来ておるぞ。お、ありがとうございます。ありがとうございます。ヒコの川光さん、やっぽーいと来てますね。見れてるやいって。さっき見れない言うとったかな。よろしくお願いします。では、DM が届いておりますので、紹介したいと思います。お願いします。沖縄ラジオ愛好家、ワッチーさんからいただきました。ありがとうございます。サッチーさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今回のテーマ、海ですが、小学生の時、海水浴場に行ったんですが、溺れそうになった、なりました。その瞬間、もう人生終わりかーと一瞬思いました。あら。浮き輪があったおかげで、運よく助かりました。生きているうちに、ご縁があればもう一度、海に行きたいですね。実は、某田舎、かっこ本土在住ですと来ております。うん、私も、この DM を昨日来てたので、読んだんですけど、私も溺れそうになった経験はある。僕は運良くないですね。溺れかけたのが、旦那と出会う前の元彼と、たまたまなんかどっか、名護の辺野古の近くの島に行くみたいな感じの時で、で、足が全然つかなかったんですよ。はい、で、つかなくて、で、元彼身長が180超えてたので、もうしがみつきました。僕はピンチの時こそ冷静になる癖がありまして。ほう。天草のプールで。はいはい。あそこ、浮き輪で滑る滑り台が一個あったんですよ。ああ、ありましたね。あれ滑った時に、中学生ぐらいでしたかね。パーって投げ出されて。はいはい。気づいたら上下わからなくて。あら。あれ、どこが上だってなったんですけど。うん。その時冷静に、あれ、上行け、こっちの下、下が上だって言ったって。足元が上だって。怖い。でもめっちゃ気持ちよかったです。
無重力体験。そうなのね。一応だから、パニックならなかったんで、お水に済みましたね。うんうん、あー、なるほど。次の DM に行きたいと思います。お願いします。チェッカーズ無双さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーの気まぐれラジオまでと来ております。こんばんは、お久しぶりです。お久しぶりです。海の日で思い出すのは、地元での遊びですかね。ど田舎の、港町だったので、遊ぶ場所は漁港しかありませんでした。小学生から中学生まで一緒になって、みんな服のまま防波堤から飛び込み、イカダから飛び込み、カマリコン、頭からダイブできる人は勇者並みに称えられました。もちろん大人はいません。今自分の子供が、と考えると身震いします。皆さん漁港で遊んだことありますか？と来ております。漁港。あります。あるのね。氷島の。ああ。ああ。ただ、登るとき大変で、はい。はいはいはい。登る場所ないんですよ。あ、そっか。で、富士壺だらけなんですよ。だから足かけるところ間違ったら足切っちゃう。え、怖い。だからちゃんとみんなで、うん、あ、ここからなら上がれるね、と。うん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 。やってましたね。なるほどなるほど。ちょっと待ちよ。先に一通、メールの方が届いてますので、紹介したいと思います。サッチー、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。陸海空です。ありがとうございます。今日、本日は仕事なので、キャスも見れてないんですが、メールをわざわざしてくれました。して、今日は海の日になりますね。僕は、魚釣りをよくやるんですが、今年は、釣果は全然ダメです。釣れない原因を考えたら分かった。釣りしながらスマホばっかり見てるから、かっこ笑い。でもさ、魚たちにご飯をあげに来たと考えればいいか。さ、刺身屋行ってこようかなーと来てます。近くに刺身屋あるんですよ。いいなー。ああ、あそこだ。わかりました？わかりました？ホットモットの隣ですかね。イエスイエスイエス。なんせ、この二人だから話がわかるという。ご近所さんです。そう、本当に、陸海空さん、釣り好きで、はい、自分の釣り竿とかもちゃんと持ってるんですよ。で、私が釣りをやっていたことを分からずに、あまりにも私が暇そうだったから、陸海空さん、あれ、釣り竿わざわざ私に買ってくれて。で、それで何回か釣りに行きましたね。釣り、なかなかやってないな。私も、小学生以来、やってなくて。そうですね。僕も中学生の時に船釣りしたのが最後ですね。なんか、釣りに憧れがあったんで、はいはいはい。家の周り空き地が多かったんですよ。うんうん。20メートルぐらい先にカンカン、それにやってるみたいな、重りつないでやる。おー、練習みたいな。練習みたいな。おー。私は小学校5、6年の時にお父さんと行った以来、行ってなくて、久しぶりに大島とか、はい、あと、どこだ？八重瀬町の港側の漁港とかで釣り、陸海空さんとやりましたね。で、あっちにも行ったかな。あ、でもあっち、与那原に行った時は結構、どこだっけ、浜比嘉とか行って釣りもしてたんですよ。わざわざ与那原から遠出して。もう最近はもう引っ越し、沖縄市に引っ越ししてからは、はい、ほとんど行ってないですね。なかなか行くぞってならないといけないですね。そうそうそう、行けない行けない。メールの方に戻りたいと思います。お願いします。ラジオネーム、うどん県大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
私が海の思い出で一番覚えているのは、しょっぱい塩水を飲んだことです。プールの時の癖で飲んだらしょっぱくてびっくりしましたと来ております。飲んじゃったんだ。しょっぱいよ。しょっぱいよ。ゲーゲーなりそうなるけどね。海のしょっぱさは。そう。次のメールに行きたいと思います。サッチーさん、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム、名古屋のダンサーズでございます。お、ダンサーズさん。お久しぶりですね。久しぶりですね。実は沖縄で乗ったことないものがあります。お？それはジェットスキーになります。ああ、確かに。うん。外国では乗ったことがあるんですが、国内ではないのです。あれってめっちゃ楽しいですよ。ぜひ沖縄の海で乗りたいと思いますよ。小型船舶があれば乗れるんですよね。あ、そうなんだ。乗りたい。皆さんはジェットスキー乗ったことございますかと来ております。まだない。ないんですよね、私も。バナナボートは経験ありますけどね。あ、バナナボート。あれ振り回されて大変なことになるっていうね、はい。ドラマのエキストラで。ああ。乗って。まだ寒い、3月の冬。あ、絶対寒い。お水しぶきが、パシャンって分かれて、あ、寒いって思いながらもう演技しなきゃいけないんで、あ、どうしようって演技でやってました。夏場のあれってことだったのかな、じゃあ。落とされた人かわいそうでしょ。でしょうね。でしょうね。風邪ひきそうだったし。そりゃ夏場はね、まだいいけど、冬場になると寒いからね。はい。次のメールに行きたいと思います。お願いします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、海。せーの。海は広いな。月は昇るし、日が沈む。海といえば、専門学校の頃に、夏休みに週末クラスのみんなとビーチパーティーしたこと、みんなで焼いた肉を食べたり遊んだりと、はっちゃけましたと来てます。やっぱそうですよね。いい思い出ですね。そう。時間ちょうどいいぐらいかも。実は陸海空さんからもう一通来てまして、はい、海で思い出すのは幼稚園の頃、一人で港に行き、海面を覗いてみたら、体勢を崩して海へドボン。いや、僕はその時見た、海中で髪の長い女性が僕の足を引っ張ろうとしていた。怖い。怖い。僕は船を固定するロープにしがみつき、海中に助けられたのを思い出すなと来ております。ああ、めっちゃ怖い。あえてこのメールを最後にしました。みんな涼しくなりましたね。怖い怖い。お盆の時は海に近寄っちゃダメですよ。ダメダメ。ダメダメ。そう、なんかいろいろ今日はありましたが。私はね、もう海って言ったら、やっぱ小学校1年生の時やっぱ思い出しますね。電気クラゲに刺されたの。痛いよ。電気クラゲに刺されて、はい、翌日ぐらいかな、病院に行ったんですけど、はい、1ヶ月間夜中高熱出してましたね。痛いよ。みんな気をつけて。だから今日海にまつわる結構ラジオ番組が送ったんですよ。はい、で、一応私最後の文章に、お酢は持って行った方がいいですよと。まあでも、種類によって違うんですよね。お酢が良かったり、海水が良かったり、うんうん、あと、お茶が良かったり。で、あるんですけどね。キャスの方でカープボイさん。10代の頃は、行く釣りは変なばっかりだったけど、海蛇とか誰かが、仕掛けてたカニ釣り網から、ガサミ取って持って帰って悪いことしたなーって来てますね。おお。カープボーさん、最後に夫婦で怖い話。
陸海空さんの方がめっちゃ怖かったけど。あの、まさかの。まさかのですね。ね。もしかして、あの、いたずらしすぎたんじゃないですか、女性に。いや、幼稚園の時だから。幼稚園の時だから、陸海空さん。その時からプレイボーイだったんじゃないですか。かもしれないよ、意外に。どうしようかな。そろそろ来週のテーマいきましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマは、好きなカレー。ということで、来週の、はい、7月22だったかな、収録日が。スープカレーの日らしいんです。なので、ちょっとスープカレーって言ったら、はい、ちょっと幅が狭くなってしまうので、はい、皆さんに好きなカレーをちょっと聞こうかと。スープカレーなり、普通のカレーなり、インドカレーなり、いろいろありますので。カレー嫌いな人ってあんまりいないですからね。そう、いない。どんな食べ方しますよでもいいし、好きなカレーの店舗はどこですよとか、うん、ご当地カレーはこんなのありますとか、そういうのを聞きたいですね。うん。うん、おすすめもあります。あるんだ。おすすめあります。あるんだね。みんなに、って言われますけど。あらそうなの？はい。僕の大好物、来週お話しましょうね。おー、いいですね。そろそろお時間ですか。はい。はい。ではまた来週お会いしましょう。おいてはそっちと、ゆきさんとキャンでした。じゃあ来週、じゃあねー。バイバーイ。30分って本当あっという間なんだから。ヒラメ、なんでヒラメ、なんでヒラメ、カープボーイさん、なんでヒラメ、ヒラメでヒラメいたぞえいや、近いうち多分あの私が勤めてる会社の人かな、わかんないけど、出るとかなんとかかんとかねね、さっきその友達といたので、ありがとうがらし好きな、ね、楽しみですね。まあ近々なのでタイミングが合えばですね。お疲れっす、お疲れ様です、皆さんもお疲れ様ですのどですね。お疲れ、カツカレー私、いつもあの、ナッティーナチコさん、最近来ないんですけど、いつもあの、挨拶に、お疲れーっていう、カレーライスと一緒に、の、あの、なんか、あれじゃないですか、文字を入れて、お疲れーって言って、やってます。前は、お疲れーでビールの、あれやってたんですけど、最近飲まないから、あの、カレーライスを、お疲れーって言って、カレーライス。カレーライスだった。壁に映るないけど、顔で。そう、早いのよ。早いのよ、30分って意外に。なんかね、個人的な配信の時は30分長く感じるんだけど。まだ30分ならないのねってなっちゃうけど。意外と、あっという間なんですよね。昨日あの上がりのあざといって、はい、歩いて10分以内っていうのは分かってたんですよ。まさかの3分家からびっくりした。いや、あの辺は意外と歩ける距離ですからね。うんうん、サッチーさん、皆さんお疲れ様です。今、職場から戻ってきたばかりです。と聞きますね。お疲れ様でした。お疲れ様です。サッチーさん、ちゃんとあの DM 届いてましたよ。今週の金曜日は、見回りで歩くから、サッチーさんと会うのかな？金曜日何時頃9時以降ですね。多分、部屋にいる。公園で。はーい、高校生って話しかけてるところ見られるかもしれない。まさしさん来てますね。もう終わりますよ。終わりますよ。
バイバーイ。お疲れ様でした。また来週。でね、ジャッカーのコインが溜まりすぎてて延長になってます。コイン溜まってるんですね。そう。じゃあ切りましょうか。お願いします。じゃあねー。